1957年時点のテーモーにおけるヘルベティア。ヘルベティアは、ドイツのハンブルクとスイスのチューリッヒを、フランクフルトアムマイン、バーゼルなどを経由して結んでいた、国際列車である。1952年に、ドイツ連邦鉄道の特急列車として、運行を開始し、1957年から1979年までは T、T の一列車であった。その後インターシティ。 ユーロシティなどに種別を変更し、1993年からはアイスの列車名となった。ハンブルク中立機関のアイスは2009年の10年冬、ダイヤ時点においても存在するが、ヘルベティアの列車名は2004年を最後に用いられていない。列車名は古代ローマ時代のスイスの故障であるヘルベティアに由来する。1957年のテ T カ以前の列車については、 ヘルベティア急行とも呼ばれた。1952年5月18日のダイヤ改正でチューリッヒフランクフルトアムマイン間をバーゼル、カールスルーへ、マンハイム、ダルムシュタット経由で結ぶ特急列車が設けられ、ヘルベティア急行と名付けられた。この列車は1953年5月17日から VT8.5 系機動車を用いた機動車、特急列車となり、列車番号は 機動車列車であることを示す T のついた FT77、78となった。これはこの時のダイヤ改正で登場した12往復の FT2 区の一つであった。1953年10月4日からヘルベティア急行はフランクフルトからギーセン、カッセル、ゲッティンゲン、ハノオーバーなどを経由してハンブルクまで延長された。この時点では マンハイム・フランクフルト・ゲッティンゲン間の経路が後の T 時代と異なっていた。1954年5月23日のダイヤ改正でフランクフルト・ゲッティンゲン間が古田経由となった。フランクフルト・ハノーファー間 348.5km は途中駅無停車であり、これは当時の西ドイツ国鉄で最長の停車駅間隔であった。 1955年5月22日からは、マンハイム・フランクフルト間が、それまでより西寄りの経路に変更され、ダルムシュタットに停車しなくなった。1957年6月2日の T 発足と、共に、ヘルベティアは T の1列車となった。チュリッヒ・ハンブルク間の所要時間は、ハンブルク行が10時間34分、チューリッヒ行が10時間37分で、これは、 当時の T の中では最長であった。T 以下と同時に車両は T 専用の VT11.5 系機動車になる予定であったが製造が間に合わず10月13日までは VT8.5 型が用いられ続けた。その後停車駅が増え中間の付随車の連結数も増えたにもかかわらず所要時間は短縮を続けた。1965年初めのハノーファー。 ハンブル区間の電化完成により、中立比ハンブル区間は全線電化された。これを受けてヘルベティアは、同年5月1日のダイヤ改正から、電気機関車牽引による客車列車となった。1967年5月28日のダイヤ改正からは、この日運行を始めたティーレンブラントの客車の一部が、マンハイム中央駅でヘルベティアにつなぎ替えられ、 オランダとスイスを直通するようになった。1968年までに走行経路のほとんどの区間で最高速度が時速 160km に引き上げられ、所要時間は8時間前後にまで短縮された。レンブラントとの客車の直通は1971年5月23日のダイヤ改正で終了し、マンハイムで乗り換えるように改められた。また、このダイヤ改正から、 のの列車番号の付け方が変わりヘルベティアは従来北港が奇数、南港が偶数だったのが逆になっている。IC3 号線1971年9月26日のダイヤ改正で西ドイツ国鉄は4系統からなるインターシティモーを構築した。ヘルベティアの走行経路の西ドイツ部分であるハンブルクバーゼル間は IC3 号線となり、 他の国内インターシティ及び T ローラントと合わせ、約2時間間隔のパターンダイヤを組んだ。ハノーファー中央駅とマンハイム中央駅では、以下のように多系統の IC、T と接続した。1973年6月3日からは、中立企業ヘルベティアの時刻は、IC ディプロマットと入れ替えて2時間早められ、ハノーファーでの接続列車は、T プリンツオイゲンに、マンハイムでは IC。 ガンブリヌスに変わった。1976年にはプリンツオイゲンの経路変更によりハノーファーでの接続相手は再び国内 IC になっている。1979年5月27日のダイヤ改正から西ドイツ国鉄はすべてのインターシティに二等車を連結するようになった。この改正からヘルベティアも二等車を含むインターシティとなり T ではなくなった。運行区間は 南港がハンブルク中立機関、北港がバーゼルハンブルク間であるが、北港列車には中立機始発の客車2両も連結された。南行列車は1979年と1980年の夏にはベスターラント始発となった。ただしインターシティ扱いなのはハンブルクバーゼル間のみである。1980年6月1日から、 西ヨーロッパの国際列車に対してもインターシティの種別名が用いられるようになり、ヘルベティアは国際インターシティとなった。運行期間は1981年以降、往復ともハンブルク中立期間となっている。1987年5月31日、ヘルベティアはこの日創設された、ユーロシティの一列車となった。 ハノーファービュルツブルク高速線を走行するアイス1992年9月27日、ハノーファービュルツブルク高速線の一部を経由して、ハンブルクとチューリッヒを結ぶアイス、ヨハンナ・アシュピリが運行を開始した。この時点では、ヘルベティアは在来線経由であったが、1993年5月23日のダイヤ改正からヘルベティアもアイスとなった。 途中派のオファーからフルダまでの 234km が高速線経由であり、これにより所要時間は33分から38分短縮された。同改正では他に、ハンブルクチューリッヒ間に1往復、ハンブルクバーゼル間に2往復が設定された。なお、ヨハンラシュピリは、フランクフルトチュ中立ヒ間及びチューリッヒ、ビースバーデン間に変更されている。 ハンブルク中立機関のアイスは2009年の10年冬、ダイヤ時点においても存在するが、ヘルベティアの列車名は2004年12月12日以降用いられていない。2009年から10年冬ダイヤでは、ハンブルク中立機関には、フランクフルト、バーゼル経由のアイスが1日4往復2時間間隔で運行されている。一部の列車は、キール発議である。所要時間は、 ハンブルク中央駅中リヒ中央駅間で7時間32分から36分である。T 時代のヘルベティアの停車駅は以下の通り、VT11.5 系機動車開通区ヘルベティア、急行は1953年5月17日から VT8.5 系機動車を用いた機動車列車となった。繁忙期には第二次世界大戦以前に製造された、 VT4.0 系機動車及びその派生系である VT4.5 型が増結された。1957年6月2日の T 火事には T 専用車両である VT11.5 型に置き換えられる予定であったが製造が間に合わず VT8.5 型がそのまま用いられた。VT11.5 型が用いられたのは同年10月14日からである。VT11.5 型は 当初7両編成であったが、需要の増加とともに、以下のように、中間客車が増やされた。1965年5月1日から、ヘルベティアは、電気機関車牽引の客車列車となった。西ドイツ国鉄の客車を用いた T は、これが初である。客車は1962年以降開通区、ラインゴルトなどに用いられているのと同じ形式のものであり、 以後の西ドイツ国鉄担当の T、インターシティ車両の標準となった。編成は1等コンパートメント車2両、1等開放座席車1両、食堂車1両、1等コンパートメントバーゴー作り車1両の5両を基本とし、ハンブルクバーゼル間ではこれに1等コンパートメント車2両が加わった。繁忙期には西ドイツ国内でさらに客車が増結された。 1967年5月28日から1971年5月22日までは、マンハイム中立ヒ間で一等開放座席車一両と一等コンパートメント車一両が連結された。マンハイム以北ではこれらの客車はティーレンブラントに連結された。1971年5月23日からは、ヘルベティアの編成はハンブルク中立を直通する客車が4両。 ハンブルク・バーゼル間の客車が5両となった。またバーゼル中立機関では T ・アルバレートと連結して運転された。1979年の12等インターシティカ後はインターシティ用の2等客車を含む編成となった。1982年時点においては1等車5両、食堂車1両、2等車7両という編成であった。なお2等車のうち5両は、 ハンブルクバーゼル間でのみ連結された。1987年のユーロシティカゴも同様で、あるが、二等車の割合が増えており、1987年時点では一等車3両、食堂車1両、二等車10両という編成であった。103型電気機関車1965年以降、ハンブルクフランクフルト間及びフランクフルト、 バーゼル間では西ドイツ国鉄の E10.12 型電気機関車がバーゼル中立機関ではスイス国鉄のリオンヨン42型またはリオンヨン43型電気機関車がヘルベティアを牽引しフランクフルト中央駅とバーゼル SBB 駅では方向転換とともに機関車交換が行われた。なお、1971年からは 西ドイツ国内での牽引機関車は103型電気、機関車に変わっている。インターシティ、ユーロシティカゴも牽引機関車は同様である。1993年のアイスカゴはアイス1車両が用いられている。ありがとうございます。